ずは乾く陣に切らせていただきます。手前正午と発しまするは関西です。河内温度を小麦田に育ちましたる私はスーパー兄弟一団チーム激流女組長王子錦と申します。さてこの杖に控えしは生まれは九州大分にござす。姓は南、名は京也、南京也と申します。またこの杖に控えしは生まれは石川県金沢市にござす。姓は工場、名はくるみ、工場くるみと申します。生は北条名はめぐみ、北条めぐみと申します。さてその次に控えしは生まれは九州長崎にござす。生は天正名は蛍、天正蛍と申します。さてその次に控えしは生まれは九州長崎にござす。生は一条名は花火、一条花火と申します。さてどっちに控えしは生まれは九州長崎にござす。姓は一条名は椿、一条椿と申します。ご覧の通りスーパー兄弟一座の女優陣ほぼ味噌汁でございます。この一月間男に負けじと相務めさせていただきます。どうか本日お詰めの隅から隅のお客様よろしゅうを頼む申します。早速の機会ありがとうございます。本来ならば初日の工場挨拶上下をつけてのご挨拶が順当なるようこの度は工場陣に挨拶に変えさせていただきます。手前生まれも育ちも九州です。九州は熊本広の国、長野の清き南城も水で上を使いましたの手前、姓は南城、名は隆、二代目南城隆にございます。さて、その次に控えした、生まれは岩手、九戸にござす。幼い時から芸の道、姓は一条、名は風馬、南城劇団副団長、一条風馬と申します。さてその次に控えしは生まれは九州田川にござす。劇団の花形を務めております手前、姓は工場名はキルア、工場キルアと申します。キルア。さてその次に控えしは生まれは九州博多にござす。豚骨スープは母乳の代わり、博多丼たく心意気、からし明太確かに辛い、博多人形きれいだぜ。姓は一条長拓馬、一条拓馬と申します。さてその次に被験者生まれは山牛萩にござす。幼い頃から兄に負けじと芸の道、劇団の副座長を務めております。姓は龍、名は正人、龍正人と申します。さてその次に秀吉は生まれは九州鹿児島でござす。三代目南条隆史を師匠仰ぎ、南条劇団花形詰めさせていただいております。本日誕生日を迎えまして27歳になりました。もう少し色気のある役者になりたいと思っております。姓は一条名は春樹、一条春樹と申します。さて、どんじりに秀吉は生まれは青森八戸育ち、いつも夜は暇をしてます。誰か一緒にお食事にでも行きましょう。洗濯物も黙っております。洗濯物もお願いいたします。掃除も何かお願いいたします。電話番号は080-8310-8333。電話かけても出ない場合にはピッという発信音などお名前と同時に入れておいてください。よろしくお願いいたします。姓は南条名は勇気、プレゼント南条勇気と申します。昨年と同じく篠原演芸と8月の門公演スーパー兄弟になれば先週
落までのご辟易をよろしゅうお頼む何を申します。ご視聴いただきありがとうございます。手前、北九州は小倉のため紫が相手呼びを使い、祇園の栄光をこぼれるとスーパー兄弟、総座長を相務めます劉備兵衛と発します。さて、その次に兵士は我らは九州、大分にございます。流れの清き南条三代目を継ぎましたる私が清和南条長隆氏、三代目南条隆氏にございます。この初の公演を熱と力で相務めさせていただきまするが、悪しきところはそれたもとにお隠しいただきまして、ただよいよいのご贔屓を隅から隅のお客様へよろしゅうを頼む申します。いざ大衆演劇新時代。はい、どうも皆さんお世話になっております。スーパー兄弟の劉備礼でございます。三代目南條隆でございます。中央風磨です。劉備正人です。はい、先月はね二手に分かれて公演したんですけども、はい、今回はまたこうしてスーパー兄弟として1年ぶりの篠原演芸場の公演でございます。お願いします。今月は誕生日のメンバーがめちゃくちゃ多いんですよ。はい、そうですね。僕もそうですし、はい、花形二人もそうですし、うちの母も、そうですし、うちの娘もそうなんですけども、誕生日公演またイベント盛りだくさんでやらせていただいております。はい、今月はなんと新作狂言が8本あるということでございましてね。大変だ、スーパー兄弟のファンの皆様方には、スーパー兄弟でしか見れないお芝居をたくさん見ていただいて、はい、うちのメンバーにはスーパー兄弟でしか味わえない恐怖を味わってもらおうと。いやもうやだな本当に。ねえ、ぜひともですね、今月はみんながね、どんどんとすり減っていく様を選手の方に楽しんでいただけたらと思いますので、はい、ぜひ、ご来場よろしくお願いいたします。お願いします。演芸場さんの方へね、皆様方足を運んでいただきますようによろしくお願いを申し上げます。お願いします。では副座長たちから一言ずつどうぞ。はい、はい、とりあえずですね、今月の8月公演はですね、燃え尽きようということでございまして、はい、初日からぶっ飛ばして頑張っておりますので、一日でも多くぜひぜひ見に来てください。待ってるよ。よろしくお願いします。右を見ても左を見てもとんでもない下台でめまいがしそうでございます。そうですね、暑さに負けずに頑張っていきますんで、よろしくお願いします。はい、ぜひ皆さん篠原演芸場でお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。来てね来てね。よろしく。